お花紙とラッピングモール、12折り型紙を使って作る水仙の花です。お花紙は黄色と白を使います。黄色は2分の1枚です。白いお花紙を半分に折って黄色いお花紙と重ねます。これを6等分の屏風折りにしたいので、12折り型紙の半分を使います。型紙を使うと面倒な屏風折りが一発でできます。私は作った型紙をお花紙と一緒に保管しています。屏風折りにしたお花紙を半分に切ります。モールを5センチほどに切っておきます。ここでは金色のラッピングモールを使っています。屏風折りにしておいたお花紙をさらに半分に折り、黄色い方から斜め45度ぐらいにカットします。くるっと回して輪になっている方も少しだけカットします。これを開くと蝶々が羽を広げたような形になっています。ラッピングモールを真ん中の切り込みのところに引っ掛け、ぎゅっと引き絞り、1、2回ねじります。ぎゅっと左右に引っ張ってから、屏風折りを開いて折り山を潰していきます。一番端のところも裏から見て丁寧に広げましょう。反対側も同じように折り山を潰していくと、お花のような形になります。黄色いお花紙だけを真ん中にぎゅっと引き出し、一つにまとめて切り揃えます。形を整えたら水仙の花の出来上がりです。たくさん作って葉っぱと一緒に飾りましょう。